楽しみも大きい空の旅、 SIA シンガポール航空、明治屋の提供でお送りします。テニスファンの皆さん、こんにちは。ワールドビッグテニス、今週はフロリダ州ボカウエストテニスクラブで行われましたペインウェバークラシック決勝、ジミー・コナーズ、ヨハン・クリークの一戦をお楽しみいただきます。さて渡辺さん、はい、ジミー・コナーズがですね、昨年の全米に勝って通算100勝だったんです。そうだったんですね、今年全仏オープン開幕に先立ってそのパーティーが行われたんですけれども、大変な数字ですね。そうですね、もう本当に、まあ、その中にメジャーのグランドスラムタイトルをいくつか組んでるんですからね、はい、ちょっとできることじゃないですね、まあ、72年初勝利のコナーズですが、今年32歳になりました。そうですね、ボルグですらまだ、その半分ですか、勝ち星が、マッケンローはようやく45勝ぐらいですよね。いかに、まあ、トッププレイヤーの座をキープしているのが長いかという、はい、本当に証明になりますね。そうですね、さて第1セットですが、全くのイーブン4オールから第9ゲームに入っています。手前ジミー・コナーズ、向こう側ヨハン・クリークです。ヨハン・クリーク、172センチで70キロ、26歳のプレイヤーです。かつては南アのプレイヤーだったんですが、はい、一昨年にアメリカの市民権取りましてね。そうですね。昨年あたりは、確かサントリーカップでも来日しましたけれども。そうですね、まあ、はい、アメリカの市民権取って、本当に身も心も爽やかに活躍する人が多いですね。はい。ヨハン・クリーク、まあ、この時間にも何度かご紹介したんですが、いわゆる豪快なサーブとネットプレーという印象は非常に強かったんですけれどもね。そうですね、まあ、やはり歯切れのいいプレイヤーですね、はい、この人は本当に見てて気持ちがいい、全身を使ってまあテニスをやるという感じなんですけど、はい、ここのサーフェスはちょっとこう、どうですか、表面の摩擦係数がかなり高いみたいでですね、ちょっとバウンドが遅いですね。ああ、なるほどね。だからまあ、うかつに出ていくとパッシングショットを食らうんで、なかなか出ていけないんじゃないかと思うんですけども、そしてヨハン・クリーク、なんとなくこのコナーズと雰囲気が似てるんですよね。そうなんですね。まあ最初見た時から似てると思ってたんですけども、なんか髪の格好が、一番まあ似てるからそう思うのかもしれませんけどね、はい、いいサーブ入りました。ネットを取ります。クリーク、これがクリークの選手ですね。そうですね、はい、本当に、まあ、小柄なんですけどね、テニスの選手としてはそんなに大きくない、むしろ小さい方ですね、小さい方ですね、172センチではですから、それの本当に歯切れのいい、ピシッピシッとこう本当に見てて気持ちのいいテニスなんですね、はい。しかしこれはネットには出てきません。ヨハン・クリーク、打ってきます。あっと逆だ、ちょっと足をかけましたか。ちょっと痛そうですね、はい、これで第9ゲーム、クリークがサービスをキープしました。第1セット、クリークの 5-4 となりました。大したことはなさそうですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと足を引きずってますが、で逆を突かれて戻る、はい、あ、この左足ですね、ちょっとピタッとついてませんね。あ、ちょっとまあ、ねじったような感じがありますけども、大したことはなさそうです、うん、それほどねじれなかったですね、はい、さあ第10ゲームに入ります。クリークの 5-4 から第10ゲームです。しかしコナーズといえば、その怪我をしてどうのとか、どこか体を壊したとか聞いたことがないですね。いいんですね、もう本当に
本当にないですね、顔を思い起こしてみましてもね。ですから最近何かとこの肘が痛いとか、はい、腰が痛い、背中が痛いという、プレイヤーが多い中で、本当に立派と言いましょうか、素晴らしいことですね。まあ、ちょっと故障があったらやっぱり百姓はできてなかったでしょうね。そうですね、まあ、よく無事これ名馬と言いますけどもね。そうですね、今年の9月で32歳になります、ジミー・コナーズ。手前のクリークは26歳です。あれだけ腰を下ろしてやってました。アプローチショットがちょっと長すぎました。むしろこの人はもう腰を下ろしてですね、足を使ってのテニスですからね、あまりその上半身で無理が来る打ち方っていうのはもうないですからね、ですからやっぱり痛めないんでしょうね。ちょっとこう腰高で立ってまま打つと手首でこう面を調節したりするとどうしても手がおかしくなったりするんですけどね。ホルトというコールがあって、それはファーストサービスという主審の判定ですね。オーバールールですね。オーバールールですね、ファーストサービスやり直しです。しかしここは15-30、ちょっとコナーズにとってはピンチです。ここでコナーズアプローチ、ロブは大きくアウトです。それで30-30。今のは良かったんですよ、あそこでロブを上げるのはね、やはりこの15-30、もうこれ、落とすとちょっと後がないというところですからね。セットポイントになるところですからね、あそこはやっぱりもう一気に前へ詰めたくなりますからね、あれをロブっていうのは非常にいい着想だったんですけども、ちょっとトップスピンのロブというのが、まあ、無理があったんですかね、エラーが全く効かない高いショットになります。いいコースでした。それで40-30、今のは帰らないことがなかったですね。あるいはセンターを予想したのか、そうですね、ちょっと予想と食い違ってたから、まあ、ボールがきっちりとラケットに当たるまで見えなかったんでしょうね。もったいないことしましたね。この人のバックハンドを見てますと、往年のローズオールのバックハンド、スライスなんですけどね、これに似てるんですよね。そうですね、これはコナーズベースラインを割りました。非常に綺麗なバックハンドですね。そうですね、アメリカのヨハン・クリーク。クリークの 5-4 から第10ゲームデュースになりました。あのラケットをくる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 回すのがこの辺は癖なんですよね。ね、あれだけ回して必ず同じ方向しか向かないんですから、それもまた不思議ですよね。本当ですね。腕が強いですね、あのフォアハンド見てますね。いいラリーになりました。コナーズフォアハンドネット。これでセットポイントですね。アドバンテージクリークです。あのグラウンドストローカー、言ってみればグラウンドストローカーですね、コナーズはね、それがこの大事な場面であれだけの、まあ、長いラリーをして、打ち負けてるわけですから、ちょっと辛いところですね、精神的にもコナーズかなり辛いんじゃないですかね、お互いのボールが深いですからね、また。そうですね、
必ずもうちょっと攻めあぐんでる感じがします。ですからなかなかお互いにこのネットをこう取るチャンスがないですね。そうですね。このクリークにすればむしろグランドストロークというよりもネットプレーヤーですからね。そうですね。ただ今のストローク見てますとかなりまあ自信を持った余裕がさえ感じられますよね。あっと、なんかちょっとかかってますね。セットポイントでレシーブミスってのはもう一番自分にこうね、不甲斐なさを感じる時なんですよね。それほどこう返せないような球でもありませんでしたしね。先ほども一つありましたけれども最初のセットポイントこの後逃れました。ゴールドでしたかね、今のかかったようにも見えたんですが、これはネットの随分下の方でした、コナーズ。さあ、再びアドバンテージクリークでセットポイントです。いつも言うようですが、あそこのフォアハンドはちょっと見てていつも怖いですね。そうですね。こう体重のこう一気に前に移動するっていうのがないんですよね。はい、ちょっとこう左手の小手先でこう勝負するときが時々ありますから。おお、これは素晴らしい。さっきのセットポイントと同じところへサーブ入れましたね。そうでしたね。今度はうまくクリーク、ものすごい沈めてうまくやったんですけど、はい、このハーフボレーには勝てませんね。見事ですかな。さあ、これで再びデュース。よくあのセットポイントにあんなね綺麗なショットが出るもんですね。本当にそうですね。そうなりますとこういう風になってくるんでしょうかね。そうですね。リターン大きくアウト、アドバンテージコナーズ。力も入ってますよね、はい、今のなんか。セットポイントがあったんですが、コナーズよくキープしましたね。よくキープしました、これで第1セット、ハイボールです。ペインウェバークラシック決勝、ジミー・コナーズとヨハン・クリーク、第1セット、ハイボールから第11ゲームに入ります。さて、ハイボールからイーブン、このサービス対リターンですね。そうですね。しかし、クリークはあまり前に出ていきません。ネットを取ります。ローボレークロス、アウトです。いや、今のパッシングショットを褒めるべきですね。鋭いショットでしたね。あら、やっぱりちょっとネットを越えてからのボールをヒットしたくない。ヒットしてますよね、これね、はい、あれだけパチンと打ってしまうとやっぱり無理ですね。さあ、ワンポイント返しました。 15-30。 しかしクリークのサーブもあの81年82年と前後を制した頃に比べるとちょっと何かスピードが落ちたかなという感じがしないでもないんですがね。そうですね。あの
あの頃はもう少しあのトスを上げてからのためがあったと思うんですけど、今割にこう流れてるんですね、はい、ですからあの回転の方に重きを置いてるような感じがして、はい、ここでスピードがちょっと出ないんじゃないかと思いますけども、見事なコナーズのプレーでした。これは、ね、はい、読み通りでしたね。そうですね。この人はクリークはパッシングの時だけバックハンドはやっぱりあのドライブを使いますからね。使いますね、で1540とブレークポイント、微妙なところでした。しかしすごい汗ですね。そうですね、これだけ汗かいてますから、どっちもファーストセットが勝負と、はい、取りたい取りたいと、いうことを考えてるでしょうね。ネットを取ります。見事ローボレーうまく決めました。この人はこのボレーがこう綺麗と言いましょうかね、そうですね、うまいなという感じしますね。あのやっぱりグリップがこう立ってるんですよね。ははあのグリップを見てますとボレーヤーだなと、ネットプレーヤーだなという気がします ね、 ね、はい、まあ、さっきから藤吉さん言われるようにあんまりネット行かないのは、はい、ちょっと本当に不思議ですよね。そうですね、わずかにフォルト、前として30-40ブレークポイントです。コナーズがネットを取りました。入りました。第11ゲームコナーズ取りました。第1セットこれで6-5です。むしろコナーズの方がネットをうまく使ってる感じですね。やっぱり気をよく見てますよね、はい、つまりクリークはどうでしょう、コナーズの球がやはり深いからなかなかネットを取れないんでしょうか。はい、そうだと思います。それとフォアハンドではなかなかあのトップスピーナーですから、はい、ちょっとこうスライスで出ていくのは難しいような感じもありますので、はい、だからバックハンドに浅いのが来た時はもうすかさず出ていくでしょうけども、はい、あまりそういう球が来ませんのでね、今のところは。先ほど渡辺さんからご指摘ありましたけども、本当にクリークのグランドストローク、楽にこう余裕を持ってというんでしょうかね。そうですね、そういう感じしますね、かなりもう後ろにいることを楽しんでるグランドストロークですね、はい、これは、かなり余裕がありますよね、はい、むしろコナーズの方がもう本当に一生懸命ボールをかけてるんですが、はい、むしろそれをあしらっていると言いますかね、それを楽しんでるんでしょうか。そうね、そんな余裕さえ感じられますけども、はい、2人とも本当によく足がついていってますからね。出ますね。あ、これは先ほどちょっと足を痛めたところのスローモーションですが、コナーズの動き見てますと痛めたという感じありませんね。それはもう全然感じられませんね、はい、もっとこうネットを挟んだネットプレーの応酬になるのかというあれを思ってたんですけれども、本当ストローク戦ですね。そうですね、お互いにやっぱりパスがうまいですから、はい、それもちょっと意識し合ってるのかもしれませんけどね、うん、これはアウトです。いろんな表情を見せるんです、ヨハン・クリーク。
プローチショットがネットになりました。あれだけこうコーナーへね。そうですよね、いい組み立てだったんですが、スライスはやめて、あれはドライブで打って出ていった方がもう良かったですね。ここですね、スライスでいってますよね、はい、ちょっと打ち慣れてないショット、久しぶりに打ったショットなんで、はい、まあちょっと感覚が分からなかったんでしょうけど、思い切ってストレート打っていくプレーでしたね。はい、ポイントですか。そうですね、14-15です。よく動きます。あっと40-30、もう一つセットポイントがあります。一本取るのが容易じゃないですね。そうですね、しかもこのヨハン・クリーク、同じこのサーフェイスで昨年ロサンゼルスでコナーズに勝ってますんでね。ああそうですね、そういったまあ自信のようなものもあるのかもしれませんが、まあ難はセメントですからね。はい、得意なサーフェイスのうちの一つですよね、はい、2年前にアメリカの市民権を取りましたヨハン・クリーク、 40-30、 割にフォアへ持っていきますね。持っていきますね、知ってますね。おっと、これはどうしたんでしょうか。大きくアウト、40-15 から2つのセットポイントを逃れましたヨハン・クリーク。第10ゲームではクリークがセットポイント2つ逃しております。コナーズの6号から第12ゲーム、デュース。バックハンド、トップスピンでしたね。大きなトップスピンです。フォア、今度はスライス、いろんな球を送ってきます。コナーズアプローチ、飛びついた、いやー見事、いやーこれは見事でした。コナーズ取りましたね、今のボール抜けたと思いましたよ、本当に抜けたと思いましたよね。これ絶妙なアプローチですよね、はい、ところがこの切り返しが速かったんですけども、片手のボール、片手でした。素晴らしいプレーでした、ジミー・コナーズ。これで3つ目の3度目のセットポイントです。あっと、クリークバックハンドをネット。第1セット7号でコナーズ取りました。しかしなかなかいいストローク戦、それにネットプレーが入ってますね。そうですね、コナーズは取ったといえちょっと苦労してますね、はい。さあこの後どういう展開を見せますか、来週をどうぞお楽しみに。渡辺浩二さんでした、ありがとうございました。失礼しました。こんにちは、ワールドビッグテニス。今週も先週に続きまして、ボカウエストテニスクラブで行われましたペインウェバークラシック決勝、ジミー・コナーズ、ヨハン・クリークの一戦をお楽しみいただきます。第1セット7号でコナーズが取りました。解説いつものように、おなじみ元ベハイ監督渡辺浩二さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこのクリーク対コナーズ、第2セットは 4-2 とコナーズがリードしていますけれども、非常にネットプレーというよりも面白いストローク戦が多いですね。ストローク戦ですね、はい、見事なリターンです。一つにはこの豪快なクリークのサービス対コナーズのリターンがポイントかなとも思ったんですが、ええ、クリークがあまりネットに出ていきません。そうですね、かなりバックハンドなんかクロスでおとなしくつないで気を待ってますよね、はい、こういう場面が多いですね。そうですね、
か思い切って打ってますね、フォアハンドもね。この辺本当に、まあ、フォアハンドの方がこの人はだいぶ得意だと思うんですね、はい、ですから思い切ったこうフォロースルーをつけた、スイングをするわけですけども、それがもう本当に今日はものの見事にみんなコナーズを圧倒してる感じがありますね、はい、サービスエース出ましたね。このサーブです、ヨハン・クリーグ。上背は172センチとそれほどありません。26歳のプレイヤーです。81年と82年、全豪を制しました。それからマッケンローに勝って全米室内に優勝したことがありますね。そうですね、いっぱいに入っています。これはベースラインがありました。そういえばこのサーフェイスで言えば80年でしたか、はい、全米でボルグに2セットアップしましてね。ああそうですね、あのヨハン・クリークです。南アの選手だったんですが、南アフリカ連邦の選手だったんですが、一昨年アメリカの市民権を取りました。US オープンはかなり残してますよね、はい、クォーターファイナル以上がかなり多いんですよね、こういうハードコートを得意としてるんですね。そうですね、まあ、ヨハネスブルグとかではやっぱりこういったコートが全ほとんどがそうですから、はい、それで育った選手ですから、まあ、やりやすいんでしょうね。さて、30-40とブレークポイントになりました。ここはちょっとクリークピンチです。ネットを取ります。アップリターンがネット。しかし本当に上背はないんですけれども、この下半身見てますと素晴らしい下半身してますね。そうですね、本当にバネですね、まあ、この人が逆突かれた時のそのアクションっていうんですかね、はい、それがもう本当にダイナミックで気持ちがいいんですよね、ちょっと微妙なところでした。フットフォルトですか。フットフォルトですね。何かボールそのものはギリギリ入っていたようにも見えたんですけど、はい、足元をご覧ください。右足が踏んでますか。右足がほんのちょっとかかってますね。誰もあんなとこ見てませんね。一人だけですね見てるのは。本当にそうですね、ネットを取ろうと思えば取れる球だと思うんですが、あまり出ていきません。クリークです。あとフォアハンドネット、アドバンテージコナーズ。エースでアドバンテージを取っていたはずが逆にブレークポイントですからね。そうですよね、なんか言ってますね。足を見とけよって言った。闇たっぷりですね。これは入りましたか。さあちょっとボールは外半分みたいな感じだったですけどね、入ったみたいですね、はい、デュースというコールがありました。微妙なところです。微妙な判定が続きます。しかしこれをキープかブレークか大きなポイントですからね。大きいですよここは。5-2 になるとね、はい、2サービスダウンになるとまず望みは断ち切られたと同じになりますからね、はい、現在1サービスダウンのヨハン・クリーク、リターンはアウトです。ようやくアドバンテージ取りました。第1セットよりもだいぶサーブが速くなってきましたね、ここに来ましてね。確かに一時は本当5本の指に入るサーブの持ち味じゃないかという印象を持っていたんですが、この上背からすればね、はい、驚くべきサーブですよね。本当にそうですね、やはりしっかりした下半身から、そうですね、フォームがやっぱり綺麗ですね、この人はそれに、
ここでコナーズアプローチ、これはネットです。お、大きな声出しましたね。叫んでますね。自分のまあ不甲斐なさにね、やっぱりあの怒りを感じる時があるんですよね。いいファーストサービス入りました。これでアドバンテージクリーク。相当強い日差しですね、これは。そうですね。まあ選手はやっぱりこれ大変ですよね、下からの繰り返しもありますね。さあ第7ゲーム、ブレークポイントがあったんですが、ヨハン・クリークキープしました。これで第2セットコナーズの 4-3 となっています。しかしこのフロリダあたりになりますと、テニスコートがあって、そしてお隣にはゴルフ場があってというようなところが多いですよね。なんでもこの会場にコナーズはヘリコプターかなんかで通ったんですね。そうですね。あのこれもフロリダに住んでますね。サンベリーっていうところから毎日ヘリコプターでここへ乗ってきてまあこれにはノアもこの試合参加してるんですけど、まあ彼は自転車でホテルからやってきたというまあそのコントラストが面白いんですけど、ノアはこのクリークに準決勝でそうでしたね、やられましたね。しかしホテルからここまで自転車というのがいいですね。そうですね。まあ結婚したてですからね、はい、その2人が自転車で通ったというのはなかなか微笑ましい、はい、姿でもあるんですけども、またいかにもこのリゾート地ならではの光景でしょうね。ティッシュ夫人ですか。そうですね。テニスプレーヤーというの奥さんというのは美人が多いですね。なかなか可愛い奥さんですね。ずるいですね。そうでもないですか。このボールがいいんですよね。いいですね。はい。と落とし角へ入ってきます。このボールですね。はい。ちょっと中ロブでアクセントをつけました。コナー。打ってきます。うん、入っています。アプローチ。ロブ。これはアウトです。あのスライスがアウトだったんじゃないかという、そうですね。コナーズ慌てて動きましたもんね。アウトと思ってもう流しましたね、はい、でコールがなくて慌ててこのショットですか。うん、なんて感じだね。そうですね。さっきのフットホールトといい、この判定といい、なかなかどうですか。あのユニークな判定をしてますね。これはネットです。しかし、まあ、ああいう微妙なところを判定するんですから、そうですね、審判も大変ですよね。大変ですよ。本当に後もつきませんしね。プレーですとね、後がつくんですけれども、まあ、この影からして太陽に向かって判定してるわけですから、かなりまあ難しいですよね。ラインズマン逆光ですね。普通はまあ太陽を背にして見るんですけどね、はい、ほなスネットを取ります。懸命に返す。入りました。アウトですか。アウトっていうコールがありましたね。今コナーズのショットはアウトですね。そうですね。ジャストアウト。いや、しかしヒラリーですね。よく取りましたね。この次のコナーズのショットが鋭い。これを返るんですか、ね、これぞクリークというショットですね、はい、あとはこのフットワーク、見事ですね。本当によく走ります。やっぱりそれは息乱れますよ。そうですね。始めますとね。さて15、30ですか。一
一つ返すチャンスが訪れますかどうか、ヨハン・クリーク。現在クリークはワンサービスダウンです。第2セットコナーズの 4-3。 あっとフォアハンドネットです。コナーズなかなか見応えのあるストローク戦です。コナーズにとってこれいって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 いうところですね。なんかその表情出てますね。15-40ちょっとピンチですね、はい、逆にヨハン・クリークチャンスが訪れました。お入りましたか。入りましたね。オンラインリターンエースボールですよ。いやー今のあのね、はい、コナーズのバックハンドを取ったあの気迫ですね。はい、ボールです。ペインウェバークラシック決勝、コナーズとクリーク、第2セットフォール、クリークが追いつきました。第9ゲームです。追いついた後だけにこのサービスゲーム大事です。戻ります。逆をついたか、あ入りました。なんかクリークの動きといいましょうか、軽やかになってきたというか、リズムに乗ってますね、この辺のネットへの爪。この戻りも早かったです ね。一旦出たのが下がったんですよね、はい、今の 4-2 から 4-4 とクリークが追いつきました。第2セット、滑ってますね、あのスライス。滑ってますね。バウンドしてからが早いんですよね、はい、しかしこういうミスが出ますとちょっと言えません。ヨハン・クリーク、15オールでやるミスではなかったです ね。今のはね、はい、もう少し慎重にいきたいところだったですね。センターへいいサービスが入りました。あ見事です。入りましたね。入りましたね。一瞬ドキッとしましたけども、はい、今のプレーです。爪が早かったですね。早いですね。ドンとあそこまで詰めてきてますからね、はい、見事なネットプレーでした。サーティーオール、パスが入った。今度はバックボレー。この人はボレーというのは安定してますね。そうですね、まあ、決して派手なボレーじゃないですけどね、はい、きっちりとやりますね。これで 40-30 です。ファーストセットではファーストサービスが入ってもネットダッシュすることがあまりなかったんですけれども、第2セットではおっとちょっともったいないエラーが出ました。焦ってますね。なんかちょっと焦りがありますね。今のもボールをもうちょっと待って、ボールを落として打つのがこの人のフォアハンドなんですけども、はい、今のはかなりライジングを気味を取って打ちましたよね。空いてるところへ早く打ちたいという焦りですね、あれは。やはりあの追いついてイーブンになっただけに早くもうこのサーブキープしてしまいたいという気持ちが、決着をつけて優位に立ちたいというところなんですよね。おっと、となりますと普段出ないミスがああいうところで出てくるんですね。そこでドロップボレーはちょっとないですね。あお、おや、ちょっとフォルトのように見えたんですが、ね、今のはね、しかもブレークポイントでしょ、ボールからの。
You saw if he missed it. Christ, I'm sorry if he missed this one over here too. Let's get a replacement over there. The guy standing there looking like Hollywood in those dark glasses. Get him out of there. Get him out of there. 一つはもうこの人が一方からネット越しに今の判定していますからね、これはちょっと無理がありますね。いやこの画面の手前にもラインズマンがいるんですけれども、普通はね、はい、ここにはいないようですから ね確かにネットを挟んでそういうボールを判定するというのは難しいでしょうね。なんか言ってます。まだこだわってますね。こだわりたくなりますよね。ワーオールのブレイクポイントのホールとエースとされたんじゃっと、まあ、ホールとかどうか分かりませんけどね、はい、返します。ここで懸命にロブ。おっと、おっと、お、これもなんかランズの花が出てるんですか。出ていけというようなことですね、これは、うん、さっき審判に帰ろっていうあのちょっと要求をしてますからね。なるほど。それがまあ通らなかった腹いせに思われる。というとあのバックハンドのスライスで出てきたアプローチショットがアウトだったじゃないかというような言い分でしょうか。いやそれはそうじゃないと思いますけども、まあ、あのずっと前から一本ずつにこだわってんじゃないですか。さあまたブレイクポイント。ファーストが入った。ネットを取ります。ヨハン・クイークサーブ&ボレー。これはすごいサーブとレシーブの応酬だったですけど、はい、再びデュース。世界でも5本に入ろうかというサーブと世界一のリターンとですね。そうですね。ダブルフォールトですか。ダブルフォールトですね。これは考えちゃいますね。ちょっと今のファーストサーブの外れ方が大きかったですよね、はいはい、あれは少しこうリズムが狂ってるんでしょうか、うん、そうですね。ちょっと力が入ってるんじゃないかと思いますけどね、はい、さあまたアドバンテージコナーズ。ブレイクポイントです。ちょっと集中の糸が切れましたか。ちょっとねこのゲーム自滅気味なところがありましたね。そうですね、せっかく追いついた後だけに絶対にキープしなければいけないサービスだったんですよね。そうですね。これで第2セットコナーズの 5-4 再びワンアップとなりました。第2セットの第10ゲームです。パティ夫人ですか。そうですね、はい、向こう側コナー手前がヨハン・クリーク。あっとフォアハンドネットです。まずコナーズ最初のポイントを取りました。相当日が落ちて、はい、あの照明の影がコートへ落ちてますね。ちょっとこれ見にくいでしょうね、はい、ここへ入るとチラチラっとしますからね。ということは逆にそこへうまくボールを打っていくという手もあるわけですね。走ります。パッとアウト。15オールです。いいサーブですね。はい、良かったですね。いいところで入れましたね。はい、これです。サーフィー15。
このクリークは何を言ってますか。なんか観客と掛け合ってますね。観客とね。後で話があるというふうなことで最後は締めくくってますけど。ストレート。うわー、見事ですね。これは素晴らしいショットでした、ヨハン・クリーク。あれはこうフォアに回り込んでストレートを打ったり逆クロスを持ってきますからね。そうですね。今のは回り込み方がもう本当に綺麗だったですね、はい、これで30オールです。コナーズ 5-4 とリードして第10ゲーム。クリークどうしても取りたいポイントです。アプローチショットをネットです、ヨハン・クリーク。これでマッチポイントになりました。トーナメント103勝目ですね。そうですね、すごいですね、はい、どこまで伸びるかですね。本当にそうですね、しかしなかなかいい試合でした。いい試合でした。コナーズクリークの試合お楽しみいただきました。どうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。